変わるわけじゃないんですよ。基本的にスイッチパネルの方だけですよ。アイドルアップ、これはまあ関連の木曜ソースとかね、早く水温を上げたいとき、みんな温めたいときに押してください。アイドルが上がって、自動的に水温上がったら止まります。これはランプの角度調整。この車の前も後ろ荷物相当積んだ状態っていう状態でもう合わせてあるので、もうこれはほとんどいじってもらわなくて大丈夫な感じがある。これがですね、このまあ、これがあの排ガス浄化装置のまあ非動再生装置っていうんですけども、ここはこの排ガスをクリーンにする装置、まあフィルターみたいなものがついてて、そこのフィルターはまあ触媒っていうんですけども、ある程度一定量溜まってくるんですね。それを焼き切るような処理をする必要があるんですけど、普通は自動でやるんですけど、たまにその処理が追いつかなくなってくると、ちょっとどっかで時間取って手動でやってくださいねっていう風な手術の時に、同じマークがオレンジ色でピコッとつく時があるんで、それついたらどっか駐車場で止まって、このボタン押してください、アイドリング状態。そうするとものとアイドリング上がって、その手動再生っていうモードに入る。その状態で、まあ、20分ぐらい待ってもらったら自動で終わるんです。それがもしランプがついたらその処理が必要ですよ、ね、ただまあほとんどつかないです、結構高速道路ばっかり走ってる状態になると思うので、まあ、その時ってあんまり処理が、まあ、スムーズに進むので溜まっていくことが少ないんで、もしついたらそういう処理がいるというふうにお気に入りください。いやいい音だな。タイヤの空気圧書いてあるんですよ、こっちに書いてあるのが純正のタイヤ、後ろに積んであるんですけど、純正タイヤの場合の空気圧、こっちが今ついてるミシュランアディルスのスタンディングというタイヤの空気圧、これがまあ標準なんですけど、これを下回らないということだけ覚えてください、持つか持たない玉田ですので、必ず3年スロー交換時期はもう守ってください。またスロー頃に、ね、これがかけさせてもらうと思うんですけれども、水が残ってりゃ変えたくないっていう心理は当然働くんですが、それは大丈夫、はい、もう変えてください、安全のためです。あとも空気圧も当然出かける前、まず最低月1で出かける前に必ず点検してください。その間に何があるかわからないんで、帰りがけに釘踏んで次出かける時に向けてたっていうこともないとは言い切れないので、必ず出かける前には点検してもらって、やってもらえればまあバーストって基本的にも残らない。あとはもう走ってる時に釘踏んじゃったとかもそういうのは避けようはないんですけれど、タイヤが原因でっていうのはその空気圧の管理とタイヤの交換とだけしっかりしてもらってればまずは起こりえないので、ここ点検口にエンジンの冷却水ですね。普段見ることもそんなないと思いますけど、そうなんですか。ここから覗いてもらったら金色の水が見える。右下に白いタンクがある。ああ、はいはい、これがまあエンジンの中で警告灯がつくと思うんですけど、なくなったりしたら、じゃあまず見てもらって、そして先でなくなって警告灯ついてれば、まあ水足してもらうだったり、何か必要になることにあるよっていうことだけです、はい。こっちが燃料タンクですね。ちょっと困ってるんで入れづらいですけど、これエンジンキーで開けます。エンジンキーで開けてもらって、あの蓋ごとひねると、これが。軽油が。こちらの外部充電の接続部分ですね。ここなんだ。繋いでますけど、まあ、普通に繋いでもらって、あの周りリングになっているんで、リングでやってもらったら大丈夫です。で防水構造にもなってますので、このまま例えば雨がかかったりしても全然大丈夫です。ただ唯一気をつけていただきたいのが、このまま走り出すことです。というのが、やっぱキャンピングカーのもう運転席側から助手席、あの出入りせずにエントランス側から乗り込んで出発っていうのが多いんですよね。そうなると繋いでること忘れちゃってっていうこともあるんで、まあ、出発前ちょっとぐるっと一回りして、まあ、こういうとこの蓋とかもね入ったりしたら危ないです、まあ、そういうのぐるっと出発前一回りで、まあ、教習所みたいですけどね、でもなんかできたなと思います。でここですね、これ何かというと、エアコンヒーターが入ってますし、ここ相当熱くなりますので、でもそこにつけてもらってよかったね。そうですね。これ、まあ、一応触れたい、まあ、お子さんとかちっちゃい子とか、ワンコが、ワンコがやばい。ワンコもそうですね。気をつけた方がいいところに気をつけてます。あとはキャンプ場とかだったら、枯れ草がここにかかったりすると、まあ、最悪発火っていうことになります。
まあ、結構暑くなります。やっぱり中で燃焼させてるんで、軽油を燃焼させてここに排気してるので、まあ、何度かは分かんないですけど、まあ、100度200度じゃないですよね。カラッカラの枯葉やったらやばい。燃えますね。まあ、ここに打った枯れ草のボールをポンって当たってれば、まあ、燃えるとは思います。絶対にそんなこともないですけど、一応そういうこともあり得るということで。でこっちエアコンの室外機入ってます。はい、まあ、特に使開けてもらうことそんなないんですけど、まあ、洗車のついでとかにちょっと開けて水流してください。あの高圧洗浄機はダメですけども、普通のシャワーにザーッと流して泥とかホコリ、有質剤なんかを流してください。そういうのが長持ちします。お水はぶかけたくないです。鍵の開け方ですね。今みたいにこう決めてもらうともうこれだ。閉めるときもここのまま特に押さえつける必要もなく、合わせが勝手に引き寄せてくれます。あこれは便利だ便利だ。鍵が閉める押すだけ、はい、閉めるときは、はい、これすごい便利なのが、今までやったら閉めるときももう鍵持ってこないといけなかったんですけど、今はそれがいらなくて、これでこの飛び出てる状態がロック解除なんです、うん、開けるときに開けて戻して抜く。これを見てもらうと、開けて閉めて、あのさあ開けようかって時にカチッと閉めれば、もう鍵持ってくる必要がないんで、後ろリアラダーついてます。これもここのフックで引っかかってるだけなんで。あとこっちにでのバッテリーですね。メインバッテリーの方。うん、はい。まあ、点検するときとかここ開けてください。はい、これのまあ10円玉とかでここパチッと回してもらったら、これで そうですね。予習がいっぱい。あのこの中に冷蔵庫ありまして、これ裏内側ですね。で冷蔵庫の排気を抜くための換気口になります。できれば雨の日の走行中とかをもう閉めてもらったら、気にせず開けたままの人の中には入りますけど、まあ、できれば。エントランスドアのところですね。まずロックのところです。行くときはもうこれ開けて、開けるだけです。ロックが2種類あります。まあ、長時間出入りするときなんかは、この金属の方のフィールドバーのロックを使ってください。先ほどなぜこう簡易ロックだけじゃダメかというと、この網戸ですね。いいですね。網戸出てくるんですけど、この網戸つけた状態、出した状態で扉閉めるとこれ壊れます。うん、バコーンと外れちゃいます。結構よくあるのがこう半開き、閉まったところでこれぐらい開いてて、閉まってもやっぱりここが出てるんでバチンといっちゃうんですよ。で扉中から閉め、まあ、バタンと閉めてもらって、これを押すとロックがかかります。開けるときはこれ引っ張ってください。で開けます。いやー、新車って本当にいいですね。